目が覚めてベッドから羽を起き、5秒で着替えて靴を履く。白いレースのカーテン越しに差す陽光が少年の栗色のくせ毛を光らせている。起きたばかりとは思えない速さで階段を降りる。ママおはよう。おはよう私のかわいい坊や。両頬にキスを交わし、軽く髪を撫で寝癖を整えようとしたが、この子のくせ毛では拉致が開かないから諦め、エプロンのポケットからコインを数枚取り出して渡した。行ってきます。行ってらっしゃい。車に気をつけて。と言い終わる前にバタンとドアは閉じられていた。石畳をかけ、朝日を浴びたこの街の空気を吸い込んでいく。手にコインを握りしめて、パン屋の前に来る50メーターくらい前からいい香りが漂ってきたので足の速度を速めた。いつも通りもう長い列ができていて、木のかごを持った近所の老婆に朝の挨拶をする。ちょうどその時、町の教会の鐘の音が遠くから聞こえた。いつもより少し早くパン屋に到着できたあいつ。少年は少し飛び跳ねた。おはよう。おはよう。バゲットを一つ。ありがとう。またね。またね。買い物を終えると再び少年は走り出した。紙袋に包まれたバゲットを片手に、家の近くに見慣れない黄色いシトロエンが止まっていたので歩みを遅め、眺めながらバゲットをかじった。家に戻ると木製の丸い食卓の上にナイフと小さなスプーンが置かれ、グラスには水が注がれた。どれくらい食べる？バゲットを指さすと、ママがその位置までの長さでカットしてくれた。ナイフでバターを塗り、口に頬張りながら、おばあちゃんの手作りのあんずジャムの蓋を開けようとしたけど、今日も開けられなくてママが開けた。瓶から2杯目の水を注ぎながら、ママリンゴ食べてもいい？もちろんよ。木のカゴの中には洋梨と青リンゴとバナナが入っていた。青リンゴをかじりながらコーヒーを入れに台所へ行く。それも少年の役割だった。チョコ食べる？ママはまるで一緒に悪さをしようという笑顔で見つめた。うん。笑顔で見つめ返し、コーヒーのいい香りが部屋中に立ち込めた。いつもと変わらないパリ近郊の家族の人生の中の1ページの物語。